サンデーミュージックスペシャル調布音楽館。調布を中心としたエリアで活躍する音楽アーティスト、そして素敵な音楽を聴かせてくれるライブスペースや音楽ホール、そんな調布にまつわるミュージックシーンをクローズアップし紹介するのがサンデーミュージックスペシャル調布音楽館です。この番組では調布 FM が独自に収録した貴重な音源や番組独自で収録したオリジナルの音源を中心に、調布在住の音楽家原ひとみをナビゲーターにベストチョイスでお送りいたします。こんばんは、原ひとみです。さあ、ここのところね、新しいアーティストさんもどんどんバンバンジャンジャンバシバシ集めてきてはオンエアしてる原ひとみですけれども、皆様お楽しみいただいてますでしょうか。ですね、今日もフロム大阪ミューさんとつながっております。ミューさん、こんにちは。こんにちは、どうも。ここのとこありがとうございます。新OKCアーティスト、いろんなね、もうご紹介いただきまして、さてさて、今日もまた お一つご紹介いただけるということで、はいはい、今日はどんな手置きを、紹介させていただいていいですか。はい、お願いします。はい、夫婦さん、 FUFU と書いて夫婦さんの、夫婦さん、夫婦じゃねえんだ。そうなの。夫婦のね、そうなの、夫婦二組だから夫婦なんだって。あ、なるほどね。なるほどね。そういう意味ね。なんかね、なんかシンプルっていうか単純っていうか、そんな感じのね、お名前なんですけれども、ね、なるほど。いやいや、もうこの演奏というか、もう、すごいいいんですよ。この長年ね、ずっとこうやってきておられてる、はいはい、夫婦を二組なので、なるほど、息がすごいぴったり合ってるんですよ。これ珍しいですよね。だってご夫婦二組っていうと、海外にはまあ確かありましたけどね、あのフリートウッドマックとか、まあなんかあったような、日本で珍しいっすよね。そうですよ ね、 お二組ともいるって。男女3人ずつの、グループで大学時代だったかに、若い頃にされていたらしいんですけれど、はい、その中で2組のカップルができたというのがスタートだったんです。6人中2人ずつ、ね、4人ね、あの、幸せになっちゃったら2人抜けるわな、みたいな。どこ行ったんだろう。抜けますよ。だって、居場所ないじゃないですか。そうですか、ね。それは普通。そうか。抜けざるを得ないというかね。くっつくか抜けるかどっちかじゃないかと僕は思いますけどね。はい、ああ、そうですね。そこはくっつかなかったみたいな。残念でしたみたいな。そっちか。そっちか。そんなことだと。で、どのグループあれですか。どういった、はい。あのね、ジャンルはね、本当にね、あの、それぞれが、はい、4名がそれぞれ好みが違うそうなんで、はい、それ面白い。で、それぞれが持ち寄るので、まあバラエティに飛んでるグループ。これはなかなか聞きやすいっちゃ聞きやすいタイプじゃないですか。でもどちらから言っても、あの、本当に自分たちで咀嚼してアレンジされるのが上手で、そしてまたそれをこう歌い上げる力っていうのも素晴らしい。なるほど。まるで、あの、はい、あのグループですよ。ゴーアンテミューみたいですね。いやいやいや、すいません。あの、割とね、あの、大阪のグループさん、結構やっぱり、あの、カバーやっても独自色を出してこれるとこ多いですよね。ああ、もう個性強いですからね。そっちじゃない、努力とかそっちじゃないんだ。はい、頑張ってるとかじゃなくて、まあいいや。はい、とにかくじゃあ、その、夫婦さん、聞いてみましょうか。はい、ね、まずは音源の方、はい、よろしくお願いします。はい、お届けしましょう。夫婦の皆さん、お願いします。拍手ください。よろしくお願いします。お願いします。今のは罰金で3000円徴収します。もったいないな。おい、つなぎました。お前滑ったらかやろ。すいません、あ、なんとなった、よかった、あ、よかった、何がよかった。はい、いきます、はい、
Thank you.
セラーちゃんに負けたのはトークがうまいね。次はね、次もハイハイセットの曲です。 FM のトークか。なれないねば鏡に
Thank you.
そんなわけで今日はね、フロム大阪ミュウさん、はい、繋がってますんで、また新しいアーティストさん、フーフーさん、はい、お届けしましたけども、お、なかなかいいじゃないですか。イブシギンだね、イブシギン。でしょでしょ。ねえ。イブシギンか。あ、そっかそっか。そういう言い方じゃダメか。ね、こちらで見てたら、うん、なんだろう、キラッキラしてますけれどもね、うん、もう、もう、ひれ伏しちゃう感じですね。ひれ伏すって。ひれ伏すって。意味わからん。もうなんかもう。ね、そうですか、大名行列に向かって、ひれ伏してますみたいな感じになっちゃうんですけれども、はい、なんかお話によると、あれですって、なんかあの私とか、あのミュウさんの、あのもう故郷でもあります、高槻周辺の方々、そうなんです、はい、そう、高槻を中心に、高槻平方の方なので、はい、高槻を中心に活動しておられて、はい、あの辺ということはね、私の、ユニットが、うん、やっております、企画しているライブで大阪市内の方にこう引っ張り出したりとかしてるという感じなんです。あれミュウさんたちがやってるのと大阪市内まであれ出張ってるんだ。そうなんです。あ、すごいね。南のあたりの、道頓堀の、なんていうんですか、グリコの、看板のあたりです。すごいや。じゃあミュウさんって呼び屋さんやん。すごいね。そうなんですか、ね。すごいね。やり手ババアとか呼ばれません。いや、失礼でした。すいません。すいません。すごいなぁ。で、こそってやり手ババアって呼んでいいですか。いや、嘘、嘘、嘘ですけど。ミュウさん、すごいじゃないですか。ダーリンと呼んで。はい。ダーリン。いや、そうじゃなくて、そっちじゃなくて。すごいなぁ。え、演奏だけじゃなくて、そうやって、あれですか。プロモーターさんみたいなことされてるんですね。
まあ、あの自分たちが出たいというのもあるんですけれども、うん、あの本当にね、あの仲間、あの上手な方たちの中で、あの私たちもね、上手というか素敵な方たちの中で、あの演奏させてもらうと気持ちがいいものですから、あのお店屋さん、ライブハウスさんにお願いして、毎回6組7組ぐらい、のバンドさん来てもらって、こうやってあの演奏しているんですけども。なるほど、はい、いや、なるほど、6組7組とおっしゃいましたね。ということは、最低6組7組は毎回ご紹介いただけるんじゃないかなと、原ひとみちょっと見積もったりしちゃったんですけど、何か、はい。やったあ、本当？大丈夫ですか？あ、大丈夫です、ね。じゃあ、まだ続けそうですね。いいですかね、お願いしちゃって。ずらーっとたくさんね、もう、すごい人がね、目白押しになっております。てんこ盛りで。はい、ぜひ紹介させてください。いや。じゃあ次回もまたって、ごめんなさい、甘ったれてますけど、最近原ひとみ。いいですかね。甘えて。本当ですか？まあ甘えちゃいますよ。はい、じゃあちょっとまたいいアーティストさん、ちょっと本当お願いします。じゃあ次いっちゃおうかな、次。はい。さあ、ここのところね、新しいアーティストさんもどんどんバンバン、じゃんじゃん、バシバシ集めてきてはオンエアしてる原ひとみですけれども、皆様お楽しみいただいてますでしょうか。ですね、お呼び出します、飛田珠美さん。そうです、調布を中心に活動されてます飛田珠美さん、なかなかの反響、 Facebook の方でもね、はい、活躍されてるんで見てますけれども、なかなかのご活躍ぶりね。えいやー、腹も早くね、生で見たいなと思ってるんですけども、なかなか、タイミング合わなくてごめんなさいって感じですけれども。と言ってるうちにですね、新しいライブ音源手に入っちゃいました。
なので今日はそれをお届けしたいと思うんですけれども、前回ねライブ音源をお届けした時に次はゲストでなって、言ってたんですけども、なかなかスケジュール合わなくてですね、はい、スケジュール合わなくてっていうまあ言い訳なんですけども、なかなかはい、あの生声ですね収録して一緒にお届けしたいんですけれども、なかなかあのはい、合いません、すみません、ごめんなさい、はい、努力足りない、はい、あ、わかりました、もう私が身の上です、はい。そんなわけで富田珠美さんの、新しいライブ音源なんですけども、そちらはですね、なんとなんと、はい、全曲ですよ、全曲、全曲オリジナルっていうことで、そう、今までね、カバーをね、結構いい感じでやられてたんですけども、今回のライブ音源は全部オリジナル曲。いいでしょう、聞きたいでしょ、皆さん。というわけで今日は、はい、富田珠美さんのオリジナル曲の、いや、オリジナル曲ばっかりのライブから、ガシッとお届けしたいと思いますんで、さあ皆さん、私と一緒に楽しんでいきましょう。Thank you.
ですね、迷子じゃ
No.
の時間いいからどうしてよ優しさじゃない聞いててあげる胸嘘を凍えてもそのまま祈ってて
抱きしめたいとは今日お届けいたしましたのはですね、さあ人気上昇中、もう調布中心に話題の飛田珠美さんのオリジナル曲を中心とした、いやいやオリジナル曲ばっかの、はい、新しいライブ音源いかがでしたでしょうか。もうカバーやる必要ないよね、こんだけオリジナル曲できるんだったらねって感じでしたよね。いやー、魅力いっぱいのオリジナル曲ばっかじゃないですか。どんどんじゃんじゃんバシバシね、頑張ってほしいなと腹を持ってますんで、いや別にカバー曲は悪いって意味じゃないですよ。カバーもね、結構個性たっぷりで、僕は大好きなんですけども、オリジナル曲がこんだけ良ければね、もうオリジナル曲で勝負してほしいなと思ってます。はい。でしょう。リスナーの皆さんもそう思ったでしょう。きっと、皆さんそう言ってくださると僕は確信しております。なんて大げさなこと言ってますけれどもね。はい。ではでは。さて、お送りいたしましたサンデーミュージックスペシャル調布音楽館、いかがでしたでしょうか。この番組では放送機器の皆様からご意見ご希望、そしてリクエストや取り上げてほしいアーティストやコンサートの情報など幅広く募集しております。宛先は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM 放送サンデーミュージックスペシャル調布音楽館の係までお願いいたします。またファックスの方は調布 042-443-8068 までお願いいたします。皆様のいろんなご意見をお待ちしております。それでは次回調布音楽館でお会いいたしましょう。ナビゲーターは原ひとみでした。 See you next time. Bye bye.